皆さんこんにちは、新宿情報局です。新宿区の区政情報をしんちゃんと一緒に発信していきます。ナレーションは西川が担当します。よろしくお願いします。今回ご紹介する内容はご覧の4つです。まずはこちらから。今から78年前、ここ新宿も第二次世界大戦の戦火によっておよそ8割の地域が焦土と化しました。区では多くの区民の皆さんに平和を考えるきっかけとしていただくため、新宿区平和マップを発行しています。今回は菊井町の遺跡を訪ねます。昭和20年5月25日、東京はまさしく火の海と化しました。山手空襲です。当時、早稲田大学菊井町キャンパス内にあった防空壕へ近隣の住民と学生たちが避難しましたが、炎と煙によって300人以上の方が亡くなりました。壕のあった場所に亡くなった方の霊を慰めるため建立された観音像です。永遠の平和への願いが込められています。こちらは貫通寺境内に建立された菊井町観音です。造立縁起の石碑には近隣で亡くなられた多くの方々の名前が刻まれています。平和の大切さと戦争や核兵器の恐ろしさを未来に語り継ぐため、新宿区では戦争体験者のインタビューや戦争被害の概要などを紹介した DVD を作成しました。それで B 軍がこんなってね、焼夷弾を落とす、それはもう目の前でガーッと見てた。原爆の悲惨さは言葉でもなかなか表現できないくらいに、本当にね、想像できないぐらいにひどいことでした。動画はインターネットで視聴できるほか、DVD の貸し出しも行っています。詳しくはこちらまでお問い合わせください。後半の情報コーナーは天野がお伝えします。家具転倒防止器具を無料で取り付けます。専門業者を派遣し、タンス、冷蔵庫などに転倒防止板などの家具転倒防止器具を取り付けます。危機管理課特別出張所で配布している申請書でお申し込みください。取り付け費は無料、器具の購入費などは利用者負担です。災害時要援護者名簿登録者と生活保護受給世帯の方は器具代が5点まで無料になります。詳しくはお問い合わせください。9月は自殺対策強化月間です。保健センターでは心、体、育児の悩みなど幅広い相談ができます。保健師などの専門職がお話を伺います。お近くの保健センターにご相談ください。困りごとや悩みなどの相談窓口をまとめた冊子を特別出張所、保健センターなどで配布しています。詳しくはお問い合わせください。暑い時は街中避暑地をご利用ください。新宿区では9月30日まで支える役おじやシニア活動館などの区の施設を避暑地として開放しています。利用証のない方でもご利用いただけますので、お気軽にお立ち寄りください。利用時間は午前9時から午後6時まで、冷たいお茶などのご用意もあります。ぜひ熱中症予防にご利用ください。今回はご覧の情報をお伝えしました。私も戦争を知らない世代として改めて平和について考えてみたいと思います。それでは次回もお楽しみに。